さあそれでは続きをやっていきましょう。まあ続きというか一番最初ですね。まあちょっとこれ最初まあ説明したんですけど、これ取れちゃってたんで、まあこのままいきますけど、こう切れたところをね、まあ2段切りするんですけれど、まあ切れちゃってるんでこんな感じで、で他のパーツもですね2段切りで攻めていきましょう。ここの辺をねプチンプチンと切って、でここなんかこのキットってさ、よく考えたらさ、シリーズでビッグスケール1番って書いてあったんだよね。っていうことは一番最初に作られたビッグスケールなのかって思った。どうなのかね、タミヤさん自体からしても気合の入った一品になってんのかなみたいなさ、ね、初めてのビッグスケールだからみたいな、まあわかんないよ、その1って書いてあったからそう思っただけだけどね。でタンクをこうくっつけますせという感じですね。あ、アイもバッチし、でただちょっとここね綺麗に整えてあげないといけないので整えてあげましょう。ペーパーやべ、ペーパーが敷き詰まって取れない。よいしょ。ここをねペーパーで、あとまあここの辺も結構エッジが出ちゃってるんで、それもちゃんと落としてあげないとね。ちょっとカッターでもう少し綺麗にするか。いやー緊張するね、やっぱりこのさ絶版品で、多分タミヤさんにも在庫ないんじゃない、例えば部品の取り寄せみたいなさ、再販はしてるとは思うけど。あ、そうそう、コメントいただいてね、あれらしいですね、やっぱりその70年だっけ販売されたのが、で見てさびっくりだったね。あ、これでもいいか、ここだけ綺麗にならしておいて、後で1枚ねやっぱりめくりたいんで、その時に綺麗に落とそう。よしよし。だけどこいつはもうつけちゃって固めますよと。これ固めちゃって OK なのかな。ここはこうかくっつけちゃって OK ですよと。ここのねタンクの色がね割と特殊っていうと言い過ぎなのかもしれないけど、言ってみれば茶色にメタリックって感じだね。またその茶色もこう濃いめの茶色だから、その辺をしっかりね色味を把握してやっていかないと。でもこれ今ちょっとはめてみると少し合いが悪いかな、大丈夫か。ここのね隙間が気になるんだよね。大丈夫だよな、いいな。ここにバリが出てないかなとかね、こうちょっとこう気にしながら、ここはでもくっつけちゃうからちょっと1枚こう当てておくか。やっぱりちょっとここ返りがすごい出てんだよね、返りも取りながら。意外とね、まあどのキットでもそうなんだけど、こういう合いの部分がバリが出ててうまくはまらないとか、なんかはまるにははまるんだけどちょっと隙間が出ちゃってっていう風になると、まあこのタンクの場合は後々なんかくっついてくるっていうことないからいいんだけど、こうカーモデルとかでくっつけるときにこの接地面接着面っていうのが悪かったりすると、後でなんかこう重ねてったときに障害になってきたりするんで、こういうところはね1枚落として1枚っていうかまあ慣らしておいた方がいいですね。あとあとねなんかこう、ああ愛が悪い、なんかこうやっぱり積み重なってきてここの部分が致命的になったりすることがあるんで、接着面はやっぱり密着させるためにも1枚落としておいた方がピタッとくっついたりするしね。やっぱりそうじゃないとくっつきが悪かったりね、点々点ってこう点付けになっちゃうような感覚になったりするから、こういう接地面はね綺麗に整えておいてあげた方がピタッと接着剤でもくっついていいと思います、いいと思います。よしどうでしょうか。あ、すぐダメになっちゃうな。これドライ用のペーパーやすりなんだよね。まあだいたい800番相当なんだけど、これも視聴者さんにもらいました。有効活用しっかり使わせていただきます。一応ちょっとこれね当てておけば OK です。よしでは、ね、接着していきましょう。でこういったねホコリがちょっと煩わしいよっていう時はね、歯ブラシでねちゃんとこう取ってあげましょうね。
極細柔らかめの方で全然大丈夫なんで、極細固めだったりするとね、ちょっと柔軟性がなくてうまく隅っこまで取れなかったりするんでね。よし、 OK、 では接着しますって説明書でも OK になってるので、あ、これ逆か、こっち向きか、危ねえ危ねえ、ちゃんと見てなかった、見てなかったらえらいことだったな。こっち向きにこうつけるよと、こんな感じですね。で、位置関係をしっかり見て、ちょっとこう開いてるかな、少しここ見ると分かるけど、ここ少し隙間あるよね、こっちはないけど、ちょっと動くのかな、奥までしっかり当てて、こっちも奥までしっかり当ててやれば、まあこんなもんか。ここの辺にちょっとバリが強いっていうのちょっとあんまり気に入らないね。まあ今回は切り離した、まあちょっと動画の尺的になっちゃうけど、塗装までできないかな。まあこんな感じでね、接着、こう接着してしまうと隠れてしまう部分ね、ペーパーだとここ取るの大変だから、そういったところはもうあらかじめペーパーで、カッターナイフでやると結構取りすぎちゃうということもあったりするので、まあカッターナイフまでは使わずにペーパーでちょっと当てて、エッジな鋭利なところはね取り除いてあげるみたいな、この金型状の鋭利なところね、キット状のね鋭利なところは取ってしまうとね、ちょっとこうシャープ感がなくなってしまうんで悲しくなるんでね、あらかじめこうやって取っておきましょう。 OK、 塗装前にはねしっかりホコリ取ってあげましょうね、ホコリというかこの切れかすっていうか、まあまだ1枚当てるんでいいんですけど、でこう向きですね、オッケー。あ、外れた。やっぱちょっと開いてるせいか。こんな感じだな。いいな。よし、オッケー。で、流し込みでくっつけるよと。ちょっと慎重になるな。この前ね、ライブ配信ね、参加していただきありがとうございました。私としてもね、楽しい時間を過ごすことができてよかったです。皆さんもね、作品画像投稿をね、していただいてね、ありがとうございます。あのライブの後ね、まためちゃめちゃ完成作品の画像投稿がねめちゃめちゃ来てね、すいませんね、今混み合っててなかなかスムーズにアップできないんですけれど、大切にアップさせていただきますので、もう全然アップ されないんだけどっていう方は、そのねデータが届いてないっていうことがあんまりにもこうデータ量が多くてっていうこともあるので、なんだろう、気になったら言ってくださいね、言ってくださいしかメールくださいね、文章だけのメールだったらさすがに届くと思うので、あとまあアドレスはコピペでなんとかなるからいいとは思うんだけど、よし、これでくっついたかな、これで OK で、まあもちろんねこれ以外、まあほとんどこれね無塗装でもそれっぽく見えるよっていう設計になってるので、言ってみればこれを全部ボディ色で塗ってしまえば問題ないですよっていう感じですね。まあやっぱりツヤが結構大事になってくるなっていうのは、このタンクとこの2点横の、なんだろうこれ、きっと名前ちゃんとどっかに書いてあるはず、ね、これ全てパーツに名前が振ってあったからさ、すいませんね、そういうとこちゃんとさ見ながらやるとさ勉強にもなるんだけどね。切ったら2段切り、ね、横向きにして切ると、そうするとえぐれがねあんまりないんで、よっぽどないんですけどね、まあなんだろう、カッターのね切れが悪かったりするとねえぐれが出ちゃったりするんですけど、でまあ今ここねやってあるんですけど1枚めくるのでこのままいきます。で合体させて塗装したいパーツが他にも、このキャブレターの隣に来るこのタンクかな、なんていう名前だ、分からん、
わからんってちゃんと説明しろよって。まあこれをね組み立てないといけないので、この3つのパーツですね。あらかじめもう組んでおいていいのはこれとエンジンぐらいなもんじゃないのかな。でも最近ねこう組み立てるにあたっていろいろね視聴者さんからメールいただいたりとかコメントいただいたりするんで本当ね助かりますね。皆さんもねよく見てくださる方慣れてきたんでしょうね。鍋さん先に言っとかないとね突っ走っていっちゃうから早めに教えてあげないとみたいなありがとうございます。多分そんな感じなんでしょうね。でこれは多分研ぎ出ししなくてもいいところなんで、まあ、こういったねところはねちゃんと取っておいてあげましょう。まあ、これはでもカッターで取るぐらいでいいかな。ああ、こういうとこね。隠れちゃうって言っても見えるけどね、ある程度。で、これがこう受ける感じ。ああ、ここにもあった。こんな感じで取っといてね。こうして、あ違う、こうか、こうか、こうしてこうなりますよと、あこうこうなりますよという感じなんですけど、見た感じこれで、なんかここ合わせ目消しした方が良さそうだな、見えないとは思うんだけど。であとね今思ったんだけど、ここのね座りが悪い、ちょっと隙間ができる。やっぱりさっき言ってたみたいにここの接地面っていうのを1枚落としておいてあげた方がいいと思うので、まあこれはねこんな感じでくっつく分ちゃんとこの案内もついてるので、ここはねちゃんと合わせ目消ししますか。で合わせ目消しをしたいので、合わせ目消しのねもう一つの裏技っていうかいろいろやり方があって、要はさここを1枚パーッとめくって、あ1枚きれいにするじゃないですか、こことここだけど、そうするとさ結局真っ平らになって、こう真っ平らになっちゃうだけなんだよね。だから合わせ目消しの部分がいつものイージーサンディングは流れ込むことができないので、あえてここにね面を作ってあげるんだよね。でその面の部分に流し込みをしてあげる、流し込みじゃないや、イージーサンディングを流し入れてあげるっていう方法を取った方が後でそのねペーパーでこすった時に綺麗に仕上がると。でもよく考えるとこうやってやるっていうことは1枚落としちゃうね、じゃないとペーパーじゃないイージーサンディングの跡が消えないから、こうやってね1枚落としておいて、このあえて面を作ってあげる、面取りしてあげて、まあ大体どうだな、コンマ 2,3 の面を取っておいてあげればいいかな。ちょっと専門用語になっちゃうかもしれないけど、 C0.2 とか 0.3 とか C ってまあそうやって言葉使うんだけど、ちょっとね面を糸面っていうかちゃんと面を取ってあげて、そうすると V のねこう合わせた時に V ができるじゃないですか、ここの溝の部分に V の溝がねここに、でその V の溝の部分にあの流し込みを入れてあげるよっていう、あ流し込みじゃないイージーサンディングを入れてあげるよっていう感じですかね。だからとりあえずこっち向きからまずここに流し込みで仮止めしてあげて、まあ流し込みの時点で仮止めとは言えないけど、でこうやってくっついたらちゃんと今度ここのね平ができるだけ平らに、あカメラ触っちゃった、眼鏡が当たった、平になるようにここねつら位置にまた専門用語、つら位置になるように、要はこっちとこっちの高さがね同じになるように、もちろんこの横もねこっちとこっちのバランスが良くなるように、これでしっかりというかまあくっつけてあげて、そうすると後でペーパーを落とすときにね
一面取りやすいんでね、段があまりにもできちゃうとその分段を消さないといけなくなって、ゴリゴリ落とさないといけなくなるからね。でいいかなと思ったら、一応こっち側からもちょっと流し込んでおいてあげましょう。動くな。こんなもんかな、こんなもんかな、こんなもんかな。よし、変なとこ気使うな。まあでもこういうのね、ちゃんとやっておかないとね、結構こうね、溝ができたでしょ。この溝にイージーサンディングを流し込むよと。イージーサンディングフリースクの中に入って、まだあるかな、新しいの出さないといけないかな。あ、新しいの在庫があった。あ、まだ2個あるわ。これもね、視聴者さんがくださったんで助かりました。あ、まだ生きてる。よし、でこうね、盛るようにして、ちゃんとこのさっき掘った V の部分にね、流れ込むように。まあ多少ね、 V 大きくてもね、イージーサンディングで埋めてくれるんでね。あ、ねえや、もう、あ、ダメだ、ちょっとこの状態かい。ちょっと危ない危ない。新しいの持ってきます。タムタムで331円、うん、こういうパッケージなんでね、意外とね、このパッケージってね、見落としがちなんだよね。お店で行って、あれ見つかんねーとか思って、よく探したらあったみたいなさ、よくあるんだそういうの。よし、で溝を埋めていってあげましょう。こんな感じかな。ね。でこれいくらね、瞬間接着剤といってもね、すぐのすぐには固まらないので、まあいつものあれなんですけど、ね、ここの部分をクリップ、ワニ口クリップでね、掴んであげてね、こちらね、をね、チュッてかけてあげればすぐ固まるんで、はい、今チューってかけてきました。すぐ乾燥するよ。これをかけた方が芯まで固まるのが早いんで、どうかな、自然に揮発するのを待とうと思うと意外と時間かかるんですよね。これ要はやっぱり表面から固まってくるっていうのがあるんで、あの硬化促進剤をかけた方が多分化学反応で固まるから早いんじゃないのかな。まあ、ちょっとわかんないけどね。でもこれでね、ほら、くっついてない。 OK、 素晴らしい。でもこの状態でもやっぱりすぐにやってしまうといけないんで、まあ半日ぐらいね、しっかり乾燥させてあげてから、あのサフを拭いて、あのここの合わせ目消しを消してあげた方がいいんじゃないかなって思います。よし、そんなとこでしょうかね。あと、まあでこれはね、揮発してしまうんでね、このまま負担すると、ね、私の場合この中に入れて、あのよく接着剤に同封されている、これ同梱されているこれね、乾燥剤も入れて、乾燥剤もどうもね、期限があるみたいだから、たまに交換してあげるといいかもしれない。あんまり今でも乾燥剤が入った瞬間接着剤なんてないよねって言っても、100均ばっかで買ってるからか。 OK、 これで OK。 であとここね、合わせるのに、あとで黒でサフ拭いて1枚落とすんだけど、その際についでにここのね、さっき言ったこう接着面っていうのもきれいに整えてあげるといいと思います。そしてこの削りカスは邪魔なので、お掃除 OK。 でもあと一緒ですね、この辺のパーツも全てブラウンのメタリックみたいな感じで塗らないといけないので、切り離して置きましょう。
あとの合わせ目消しはちょっと難しいんでね、金属パーツとの組み合わせだったりするんで、まあちょっとやめておこうかなと思います。よし、こんな感じで、もちろん2段切りでね、綺麗にしておきましょう。で、これもね、1枚落とした方がね、感じが良くなるので、ここもね、やっぱり返りがしっかり出てるんでね、ちゃんと落とした方がいいと思うので、これはこのままで。ペーパーでいつもだとね、こうカシカシやるんだけど、こういったものもそうっす。こういったものはな、これどうしようかな、合わせ目消しな、できねえっぽいんだよな。ここに金属パーツが来るっぽいから、でも多分やっちゃっても大丈夫な気もするんだけど、ちょっと一回すり合わせしてみますわ、そこは。今からやるとちょっと長い動画になっちゃうんで。あんまり無知なことやって失敗すると本当に痛いからな。まあとりあえずは2段切り程度にしておこう。こんなもんかな。よし、という感じでですね、切り離しができましたので、まずはこのね、しっかり乾燥をねさせないといけないボディ色っていう、まあバイクでいうとボディ色がここになるのかな、一番ねしっかり乾かして研ぎ出しするべき場所っていうのがここになるので、ここを先にね進めさせてもらいました。よーし、ということで今日はねこの辺にしようかなと思います。では一旦カメラ止めさせてもらいます。